はい、えー、皆さんこんにちは、サンソンチャン,ネル、ね、サンソチャネル山口さんさんです。で今日もある非常事態宣言が出て、ですねあのレストランが結構閉まっていたんですね。磯丸水産とかも閉まってましたし、えー、カラオケの鉄人なんかも閉まっていたんですね。でちょっとあのレストラン難民になりまして、まあ、しょうがないんで、こう行っていきましたね。カツヤであります。カツヤでですね、カツヤを食べてきたと、えー、いうことですね。まあ、もちろん、カムネシウ系を使ったとっていうことですね。 で今日また引き続き、ですねまた事件記録の話をしようかと思ったんですけども、まあ、ちょっといろいろ出来事があって、ですねあの、まあ、そちらについて、まあ、あ一個一個説明していこうかなと思います。でまず一番大きな事件ですね、あの福永先生が宮古先生を訴えている事件ですね、まあ、これにですね訴訟参加の申し立てをしておりました。でその結果がですき、ねまあ、今日届いたんですけれども、結果はですねじゃーん、こちらですね、えー、主文、えー、申し立てを却下するということでございます。ですね でまあ、もちろん、形式的には僕が負けたということになるんですけれども、ただ、見方を変えると、これ、福永先生のやっていることがおかしいよと、まあ、いうことを裁判所が認めたということでもあると思うんですね。というのは、その福永先生は、都先生のツイートをリツイートしている人間を弁護士12人に訴訟告知したわけですね。訴訟告知のは、訴訟参加してください。あなたには参加の利益ありますっていう、そういう告知なわけですよ。で、僕も、弁護士ではないけれども、 訴訟告知されてないけけれども同じツイートリツイイーートトリしてるわけですねなので、じゃあ福永先生の理屈からしたら僕、参加の利益あるじゃないかですかっていうことで、参加の申し出をしたわけです。そしたらですね、前にも言ったと思うんですけど、なんと福永先生自身がですね、それ利意を述べてきたわけですね。もまず、ここの時点で言ってることを矛盾してるわけですよ。いや、お前、訴訟告知としたときと、その意義を申し出してるけど、言ってること知らないやんかってわけですね。 で唯一違うのがまあ僕は弁護士じゃないということぐらいなんですけども、まあ、いずれにしても、その、いいを述べてきたというわけですね。で、この決定文ですね、えー、もう非常に簡潔ですよ。なんて言ってるかというと、補助参加申し出人が本件訴訟の結果について法律の利害関係有する第三者に当たるとは認められないから、本件補助参加の申し出には理由がないもう三行しか理由がないんですね。もう全然ダメだって言ってるわけです。 でそうするとさ、その弁護士か弁護士じゃないかっていう細かい違いじゃないだろうっていうことになりますよね。なんで、福田さん,何訴訟さん、何訴訟告示してんねんと、まあ、いうことになるかと思いますので、まあ、そういう意味では勝ったのかなと、まあ、いう気がしますよね。はい、なんで、これはまあ宮古先生とか、岡野先生にとってはプラスになると思います。なんで、助けることができてよかったかなと思います。 それからですね、日弁連からですね、なんか封筒が届いてたんですよ。<laughs> ね、こういう封筒が届いてました。ね。で、これ何かっていうと、これ、福永先生があのこういうツイートをしていたんですね。見えるかな、えっと、弁護士会はたまにやらなければならないので、形が起こってくるけど、笑って返せばそれで終わりと、まあ、そういう発言をしてるんですね。 でこれについて、いや、弁護士懲戒の制度が形骸化しているじゃないかとで、それ弁護士会おかしいんじゃないですかということであの、苦情申し立てをしたわけですね。でそしたらです、ね、その回答はですねいや、これは山口が行ったその福永に対する懲戒請求ですね、これ、令和3年、東稿第23号に関する内容と思われますと、でそれに関してはその東、東京弁護士会のように言ってくれと。なんでえ、日弁連としては関与できないと。 まあこういうですね、通知が来たわけなんですね。ただ、これさ、言ってることは明らかにおかしいですよね。ていうのは、僕が言ってるのは、その福永がどうのこうのって言ってるじゃなくて、福永が指摘するように、その弁護士会の懲戒制度が形骸化していると、単に形だけ起こるだけで何もしないじゃないかと。それおかしいじゃないかということを言ってるわけで、えっとその、一福永の議案だけのことをぐちゃぐちゃ言ってるわけじゃないですよね。なので、もうこれ、言ってること、執刀だと思うんですけれども。 まあただ、日弁連としてはまあ関与したくないでしょうね <laughs>。ということで、一応、あるそういう、それはもう東京弁護士会に行ってくれというようなですねえ通知が来たということでございます。はい、なお、この意見申し出の却下に関しては、2週間以内にあの即時広告できるはずですので、即時広告することを検討しているということですね。 で今日なんですけど、ま,あ、またね、訴訟記録を閲覧したものがあるので、まあ、それについてちょっとお話ししていこうとかと思ったんだけど、まあ、いろいろこういった出来事があるんでね、まあ、ちょっと雑談っぽく話していこうかなと思います。で先ほど言ったように、お嬢参加却下されましたよと、で日弁連ですね、あの言ったら、なんか、福永にもっかな東京弁護士会に言えというようなことになりました。からあとですね、今日あの傍聴した事件の一つがです、ねあの、岡本夏樹さんが深萩を訴えたです、ね、損害賠償等請求事件ですね。 これ平成31年の八九九六8996っていう事件です。で、これ、深川さんも搬送をしていたんですけれども、結論はですね、岡本さんが勝訴ですねで、判決は金一1円を支払いということです。で、これ1円なんだけれども、損害額はどうも80万円と認定しているらしいですね。ですけども、岡本さんが、えー、そのうち1円だけを請求してるんですね。えー、と岡本さん請求は金一1円を支払いと、それから謝罪広告上と、確かそんな請求だったと思います。で、それに対しての、えー、金一1円の支払いだけですね、えー、を認めたと。 でえー、深川さんの搬送を企画したというううこことですねでこれどうい事う件かというと、なんかイベントかなんかで、まあ愛いさんに言わせれば岡本さんの態度が悪かったと、まあ、いうことで、なんか無理やりこうキスを3回したのかな。まあ愛いさんにすれば、これは受け狙いでやってるんだと、まあ、いうことなんだけれども、まあ、セクハラやないかと、まあ、いうことですね、から暴言を吐いたと、まあ、いうようなことみたいです。 なんでこういった強制わいせつ行為ですとか、まあ、そういった暴言行為に対してですね、まあ、暴行為だということであの、裁判所は80万円の損害があるというふうに認めて、でそのうち1円を払いなさいと。まあ、請求額1円だからね、ということでしたね。でね、これ始まる前に、ね、岡本夏月さん本人がですねあの廊下にいてですね、被告の弁護士2人と話してるんだよね。<laughs> で、なんか、えっ、ー、とねあの、濃い緑色のバンダかなんか,かをしてましたね。それで、グレーのマスクかなんかしてましたね、岡本夏月さん。 で結構ハイテンションでね、あの被告の弁護士とお話ししてましたねえ。今日で終わってくれればいいんですけど、とかですね <laughs> あの。いや、被告の弁護士さん、手強か,か,かったわ、とかですね。なんかそんなようなことを言っておりました。で傍聴人9、僕含めて9人かな、えー、いたと、えー。そんな状況でございます。なんからこれニュースにも出てましたよね。まあ、私は多分あの、誰よりも早く、あのツイッターで速報をしていたかなと思います。 あのブログの方にも記事載せてますし、それから昔ね、これ閲覧したときのやつをブログに書いて、でそれも載っけてますんで、まあ、興味のある方はですね、ちょっと見てください。はい。まあ、といっても簡単な記事しかないですけどね。うん、っていうことですね。から、えっと、立花隆とニフティの事件ですね。これ今日閲覧してき、膨張してきました。これ11時からですね。で、やっぱり代理人福永克也ということです。で、今回に関してはニフティは、えっと、ちゃんとした反論してなくて、あの、 まあ多分産業答弁みたいな感じだったと思うんですね。で、本格的な反論をこれからすると。次回6月8日ということで、まあ、これはこれからということですね。はい。立花に関しては、2人の方からあの、ちょっとこの事件、こうあるんだけどどうなのっていう相談を受けてて、まあ、その事件はもうすに閲覧してるんですけれども、他は特にまあご相談とかないので、まあ、とりあえずハーチューの事件先にやって、それが終わったら閲覧していこうかなと思っております。 で、これはですね、今日まりめっこ、と、さんというですねあの、国籍、年齢、血液型、氏名、住所、それから性別も不明というですね、国際超低級スナイパーがいるんですけれども、えー、この方がですね、この春名風花さんの事件について、なんで閲覧できないのかというんですね、私に文句を言ってきたものですから、まあ、そういう意味でちょっとご回答をさせていただきたいと思います。 濱、えっと、野うかさんがですね、KDDI さんを,を訴えている、足し条件改正請求事件があるんですね。でこれ、閲覧制限がかかっているということで、えーまあ、あの閲覧ができないという回答、2回僕聞いたんですよ。2回、初期会室行って、これ閲覧させろって言ったんですけども、いや、それは閲覧できないって言われて、えー、いや、もう一切閲覧できないんだというふうに初期間から2回言われてるんですよ私。 なんで,、まあ、で閲覧できないのかってこう、のまりめっこさんからこう言われたわけですよ <laughs>。で、おそらくなんですけども、この方、芸能人なんで、私、よく知らなかったんですけど、まあ、芸能人なんであの、住所の閲覧制限っていうのは、まず出せば通るんですね。これ、実際、トイアナさんとか、からノリピーとかですね、裁判になった時に、住所は隠してくれっていうせあの申し立てして、これ、あっさり通ってるんですよ。 ただ、これ、海底表の方に、まだ氏名は載ってるんですよね。えー、だから、春菜風花対レデ d i っていうこと事件番号とですね、法典番号と出てるわけですよ。で、ちなみに氏名があの閲覧制限がかかると、氏名も括弧、かっこ、原告の名前が閲覧制限になるんですね。<laughs> 閲覧制限っていう名前の原告、あるいは被告がですね、そういう名前になってくるんですよ。とかでも、春菜風化はまだ載ってるんですよ。っていうことは、どうなのかっていうことなんですよね。 か名前は閲覧制限の対象じゃないんですよね。で、どんなのかってことですねで。考えられる可能性として、まあ、いくつかあって、一つは事件そのものが超プライベートだと。まあ、例えば、あの春名風香さんのヌード写真かなんかをあのツイッターに上げたやつがいて、<laughs> で、そいつの名前を探ってると。で、これ閲覧されると、これ私のヌード写真がばれちゃうんで、これも閲覧一切しないといけないと。まあ、そういう可能性のあっきりしもならずなんだけど、いや、だったら氏名も閲覧制限すりゃいいじゃん。っていうことなんだよね。 なので、この事件そのものがプライベートな、そういうなんか、ヌード写真をこう載せられたとか、そんな話ではないと思うんですよね、多分で、そうすると、おそらく住所だけ閲覧制限がかかってると、まあ、いう可能性は高いと思うんですよ。なんで、書、ま、記、あ、官が勘違いをしたか、まあ、その僕みたいにこう閲覧ガンガンしてる人間ってほとんどいないですからね。<laughs> まあ大体裁判 弁護士さんがその自分のやっている事件に関して投資はしに来るとか、そういうのは結構あるんですよね。あと、雑誌の記者がね特にその今の岡本懐樹と深梁とか、そういったあの有名人の事件とかをか閲覧するとか、そういうこともあるんですけれども、まあ、僕みたいにそうガンガンこう閲覧かけてる人ってあんまりいないと思うんでね、まあ、その閲覧を要求された経験があまりなかったと、まあ、いうことで勘違いしたということはありますよね。あとね、これはたまにあるんですけど、サボりですね。 閲覧制限をかけると、ね、初期間大変なんですよつまりあの、例えば住所の,えあの閲覧を制限してくださいっていうと、住所を全部黒塗りにして、で黒塗りにしたやつと黒塗りじゃないやつと両方用意してで、閲覧の申請があるたびにその黒塗りの方に差し替えなきゃいけないんですよ。というめんどくさいことをしなきゃいけないですね。でしかも閲覧の申請もその、例えば当事者から閲覧の申請があったときは、黒塗りじゃない方を出して、 でだ僕みたいな第三者が閲覧申請があったときには黒塗りの方に入れ替えてそれを出さなきゃいけないんですよね。で、あの訴状にとりあえず住所が書いてあるんだけども、他にも例えば訴状を受け取ったときの受け取り証とかね、それから、えー、書類を送ったときのやっぱり書,類書類の受け取り証とか、えー、そんなところにこう意外に住所が書いてあるんですよ。<laughs> なので あのあ,ここもあ、ここも塗らなきゃ、あここも塗らなきゃっていうのがあって、ですね結構、初期間的にはめんどくさい作業なんですよね。で、これ、一箇所でもさ、これ、漏れがあるとさ、絶対怒られますからね、えー。っていうことなんですよ。なんで、初期間としてみると、閲覧制限のかかった事件って閲覧してほしくないんですよ。<laughs> なんで、あのまあ、ここだけの話ですけど、裁判官が使ってますか、<laughs> そういう嘘ついて、最後まで閲覧することはで結構いるんですよ。 なんで、まあ、そういう可能性も若干あるかなという気がしますね。はい、ということですね。はい。からあと一件、そうですね、きょう閲覧してきた事件、ちょっと言っておくと、あの立花隆がソニーに、えー、ネットワークコミュニケーションを訴えた事件ですね。これ、次回6月15日の判決です。で、これ、ツイッターの2つの書き込みで、えー、と1つが6月12日のです、ね、売名のためにだけに出てるゴミ死ねばいいのに、まあ、これあの、えー、東京知事選の時ですね。それから えー、もう1個が7月9日の書き込みで、その3人の中で詐欺師ランキングをつけたら上杉隆、立花隆の、まあ、そんな順番だというようなです、ね、まあ、こんなあ書き込みがあったと、まあ、いうことですねで。これに対して、えー、足立書を解析を立花隆がかけてもちろん、大理が深くなるですね。ということです。で、これね、あのまあ、完全な侮辱じゃないですか。 でどうなんですかねこの特に一番目のつは死ねばいいのにって言っちゃってるんでね、これやっちゃった感はあるんですけど、ただ死ねとは言ってないんだよね、まあ。死ねって言ったらもう完全にアウトなんですけど、死ねばいいのにってまあ私の希望なんだと。<laughs> まあそういう主張をすると、まあ勝てる可能性もあると、まあ、いうことなんだよね。で、これね、えー、と岩田合同があのソニーネットワークの代理人として、えー、答弁書を書いてるんだけれども、で、浦中先生とか武藤先生、淵先生なんだけど、これね、 結構詳細に書いてたこんな侮辱なんで、あの、争うのなかなか大変なんですけれども、もう丁寧、に丁寧にですね、あの、1ページぐらいかけて、それぞれ書いてましたね。ということで、こんなにしっかりやってくれるんだ、というふうに、まあ、ちょっと感動をしたかなというところでしたね。はい。こんなところでございます。 はい、今日、あとは、ハーチューがですね、東海コミュニケーションを訴えた事件、こちらもつなしてきたんで、これも言いたかったんですけども、まあ、ちょっと他の事件と言いますか、他のネタが結構いっぱいあったんで、ちょっと急遽差し替えてですね、まず、つなしをしたというところ、まあ、なんか、今日雑談みたいな感じになっちゃいましたね。はい、ということで、たまにはこういうのもいいじゃないですか。はい、えー、ご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。よかったらチャンネル登録、高評価ですね、それからコメントの投げ銭の方、よろしくお願いします。